サルワール・カミズを着用した女生徒たち。サルワールは白いズボン、カミズは青いシャツ。サルワール・カミズを描いた絵画サルワール・カミズは南アジアの民族衣装。シャツを意味するカミズとズボンを意味するサルワールのセットで着用される南アジアの民族衣装。女性はさらにドゥパッターと呼ばれるストールを組み合わせ。 三点セットで着用することが多い。日本ではパンジャビドレスまたは略してパンジャビという呼び方が一般的である。旅行ガイドブック、地球の歩き方にこの呼び名で書かれていたため日本で定着したものと思われるが南アジアでは通じないことが多い。ただしパンジャービースーツという呼び方はインドでも用いられることがある。また、 パキスタンやアフガニスタンの男性用、サルワール・カミーズは、インドでは、パターニー・スーツと呼ばれ、女性用、サルワール・カミーズと区別される。パンツのシルエットにはバリエーションがある。ゆったりとした、サルワール、膝あたりから足首までがタイトになっている、チューリーダール、裾がラッパ状に広がった、ベルボトム、全体的に、下半身にぴったりフィットする、スキニーパンツ等がポピュラーである。 サルワールとチューリーダールはウエストが1メートル以上あるのが一般的で腰紐をきつく縛り上げて履きこなす。女性が着用するドゥパッターは胸の膨らみを隠す用途で使用されるのが一般的だが寺院に入る時などには頭を折って髪の毛を隠すために使用される。またパーティー等ではドゥパッターを折りたたんで片方の肩にかける場合もある。 インド映画から流行のスタイルが生まれることが往々にしてある。2005年に公開されたバンティ・アワー・ボブリーでは女優のラーニー・ムカルジーが襟付きのシャツを着ていたため以降襟付きのサルワール・カミズが流行することとなる。このスタイルは映画タイトルからバンティ・バブリースタイルと名付けられる。1995年のヒット映画ディロワーレ・デルハーニア・レギンゲでは 男優のシャールクカーンがパキスタンを呼び、アフガニスタンスタイルのサルワール・カミーズを着ていたため、このスタイルがインド人男性の間でも流行した。ウィキメディアコモンズにはサルワール・カミーズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。